ようこそハリのプリンスチャンネル。じゃあ次の質問ですけど、これもこれはまあ多分僕の答えは多分知ってるというか、中山さんが言うであろうなっていうことが分かりますが、売れなくて落ち込んでいます、どうすれば売れるようになりますか。これもやり続けるしかないですよねそうですよね。でもね、一番大切なことって自分を信用するっていうことは、相手を信用しないと、その瞬間買わなかろうが何しようが信用しないとダメね。うん、信用、そうです、ね、そう、あの必ずそうだと思う、私はそう思うな。相手のことを信じてあげないと、うん、なんて言うんだろう、だからその時は売れないかもしれないよ、もしかしたら、はい、だけどいつしか、まあ何日後、あと1年後半年後、必ずね、あの思っててくれてるみたいな。ああ、うん、それは本当にそう思う。落ち込むことありますか。あると思います。うーん、3時間ぐらい多分そこだと思うんですよね。うん、あの僕もよく売れない営業マンっていつまでも落ち込んでるってイメージはすごくありますね。私そのね、いつまでもっていうのがね、もったいないのね。もったいないですよね。だから必ず電話をしてるか、はい、そのね、3時間、まあ3時間はオーバーとしても、まあそのぐらいの時間帯落ち込んだとしたら嫌になっちゃうのよ、うん、こんな自分がね。で、毎日はある人が言ったけど70だから、はい、もう先がないから、はい、そんな落ち込んでる暇がないけどね、はい、で、そうしたら電話をしてるかどっか歩いてる。ああ、人と会わないとダメみたいな。多分習慣的にも、まあこのお仕事も長いですし、その長い間落ち込むってことはないでしょうけど、若い頃なかったですか。ありましたよ。それなんかこう強制しました。だから何かが助けてくれた。例えば あの毛皮屋時代でもう私も辞めようと思ったの、はい、売れないし、はい、それがめちゃくちゃ高いのよ、最低が200万なの。ああ、そうですね。もうそれで今から40年ぐらい前でしょ、ありえないじゃない。そうですね。で、その時にうちのおばが山梨でいるんですけども、はい、その一族っていうのはものすごい金を持ってる一族でね、はい、超有名な一族なんで、そこに嫁いだんで、お金ももちろん持ってるし、はい、ワインの工場も持ってるからね。おー。で、その時に行きました。だけど何も買ってくれないでさようなら、はい、ね、おばであろうが何だろう、はい、手のいいさようならをさせられて、それで、帰りにやっぱりその社長が車で行ってくれたからね、その時なんか違う方向行くのよ、箱根の方向へ、はい、でそしたら社長、これ東京じゃないんじゃないですかって、今日泊まろうって言って、はい、箱根でちょっと泊まろうじゃないかって、でちょっと美味しいもん食べて温泉入ってって言って、で、ある程度飲んで食べててしてたら、やっぱり飲んでようがないですからね、やっぱり全然頭から離れないでしょ、はい、そしたらその時に社長が、吉間さんって言うんだけどね、その人で、その社長がね、お前辞める気だろうって言って、はい、最後にお前一人だけの祭事を青山でやらせるから、それ一回かけてみろって言うんで、はい、3人4人に今はもうない、死んだ妹の友人とかね、やって、もう死んだ気でやったから、はい、3人来たので、1人平均360万ぐらいかな、はい、だから1000万ぐらい売れて、あ、でその時に売れたんだけど、お金は入ってなかったんだけども、その日やっぱり人形町が事務所だったから、お前人形町寄ってくれって言って行きました、はい、お寿司屋行きました。で、ちょっと会社寄ってくれって言って会社寄りました、はい、で、その時にこうドア開けて、引き出しからね、その時にお札だと思うのね、その時にね、こういうふうにやったら立つじゃない、はい、ね、お札を横に、はい、縦にして立つ300、はい、だから大体そうだよね、 20% だったら、はい、時にお前が汗と涙で稼いだお金だから
50万足りないけど、はい、50万は明日払うからって言って、それを渡してくれた。それがやみつきだよね。そうですね。運の尽きっていうかね。これが稼ぐということなんだっていうことで、それから大変でしたよ。やっぱりその一番最初の成功体験に行くまでが一番大変かもしれない、ね。もうだって近所の、あの今もないんですよ、あの駄菓子屋みたいなのが人形町にあったので、即席ラーメンがあったの、はい、でそこで毎日 おばあちゃんがお湯沸かしておいてくれて、それにお湯入れて、で毎日もう本当に6ヶ月ぐらい、はい、即席ラーメンだ。へえ。それであんまりにもかわいそうだからっていうんで、ラムネをくれて、おばあちゃんが、はい、その行きましたよ、はい、もう毎月お菓子持って、それから稼いだ時から、ちょっとあんたいいんだよって言ってくれたけど、はい、私はその感謝は忘れなかった。で亡くなってから、その時にまあね、ご子息がいるけどあげる必要はないわと思ったから、そこで終わったけれど、うん、そういうこともありました。そうです、ね、だから稼ぐ前のあれはすごい、あの地獄のような苦しみでしたよ。うん、そうですね。でもそれを覚えてるから今でもやっていけるんじゃないかな。これちょっと話ずれるかもしれないですけど、あの、選択と集中じゃないですけど、あの僕はよく営業マンに言うのは、こう全部をいいとこ取りをやめないと何にもうまくいかないよってよく言ってるんですけど、うん、中山さんどう思います？多分そうでしょうね。そらくそうですよね、うん、いいとこ取りなんてないですよね。ないですよね、うん、例えばね、あるとしたら売って現金だカードだってもらった、はい、その瞬間でありがとうございましたって言った5分、はい、だから結局合計で10分ぐらいでしょうね。あ、それがいいとこ取りじゃないですか。あ、だってその後はもう次売らなきゃいけないって。そうですね。特にあのハリーの前もそうだったけども、ハリーの前何十年ぐらい、だから約30年ぐらい前はもう売れたら即だから、はい、もうそんなだから一瞬は喜ばせてよと思いましたよね。うん、ただだけどその後はまた売らなきゃと思うから、もうちょっとあといくら売らなきゃいけないのってなるから。そうですね、うん、やっぱそういうタイミングってもうプライベートって捨てちゃいません？全部捨ててます。そうですよね。私にプライベートなんかなかったもん。その特にハリミーソン入ってからとシャネルぐらいまではあのなかったですね、プライベート。あー、まあね、ある程度仕事で成功してたらプライベートも充実できるかもしれないですけど、最初はもう何かに集中するしかないですよね、やっぱりね。特にあのシャネルなんかの時なんかは、ほら私が一番稼いでたから社員じゃないくせに、はい、インセンティブ制だったけどね、はい、だからやっぱちょっと重圧はありましたよ。あ、働かなきゃって。あ、社員じゃないと。そうです。あ、社員じゃないからかもね。社員だったらお給料もらえるじゃない。確かにそうですね、うん、私はお給料ないから。あ、ご視聴ありがとうございます。皆様の質問を受けたまわっております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。